デビルメイクライシリーズデビルメイクライさんデビルメイクライさんはカップコンから2005年2月17日に発売されたプレイステーションに専用のアクションゲームである。後に様々な追加要素を盛り込んだグレードアップバージョンデビルメイクライさんスペシャルエディションが発売された。硬派な難易度と派手に敵を倒す爽快感により人気シリーズとなったデビルメイクライ デビルメイクライ2の続編であり、デビルメイクライよりも過去の物語。E3 で公開されたプロモーション映像では0から3へと変わるタイトルロゴが表示された。本校では、DMC イコール1、DMC2 イコール2、DMC3 イコール3、DMC3 スペシャルエディションイコール 3SE と表記する。デビルメイクライシリーズ第3作。前作。 デビルメイクライ2が1作目、デビルメイクライ以上の評価を得られなかったため、様々な不評点を改善して発売されたのがこの、デビルメイクライ3である。プロデューサーは、前作に引き続き田中つよし、ディレクターに、伊野秀明。音楽は、柴田哲也が担当。アシスタントとして、長谷川賢人も担当。全世界累計販売本数は、3が130万で、 3SE は100万本。また、スペシャルエディションを HD 画質にリマスター及び、トロフィー、実績機能に対応した HD 色版が2012年3月22日に、PlayStation 3と Xbox 360で発売された。基本はオーソドックスな 3D アクションで、プレイヤーはダンテを操作し、剣や遠距離武器を駆使し、与えられたミッションを、 クリアして、ストーリーを進めていく。一部の技の使用中に攻撃ボタンを連打すると、ダンテが一瞬輝き、強力な技に移行する。いずれも連打入力で、持続時間を延長でき、複数の敵を巻き込むことができるものだが、隙が大きいという欠点もある。基本的に、近接武器に二つ、遠距離武器に一つ、クレイジーコンボが存在する。 ダウンした敵に飛び乗ると、スケボーのように滑ることができる。棒を用い、ポールダンスで敵に蹴りを入れる。このゲームのポイントはいかに、スタイリッシュに敵を倒していくかにある。敵との戦闘になると、画面右上にスタイリッシュランク、ランクの下に、ゲージが表示される。これはダンテをどれだけ、スタイリッシュに戦わせているかを表したものであり、間を置かず、多種類の技で敵を攻撃し続ける。 敵の攻撃を直前で避ける等のスタイリッシュな行動を行うことで、ランクの下のゲージが上昇。ゲージがマックスになるとランクが一つ上がるが、時間が経過するとランクは徐々に下がり、ダメージを受けると2段階分ランクダウンする。ランクは低い方から D、C、B、A、S、SS、SSS の7段階ある。敵を倒した時に出現するアイテム。 レッドオーブはスタイリッシュランクが高いほど量が増える。このレッドオーブを消費することで武器の強化やダンテの強化、技の習得を行う。左スティックやロックオンボタン、スタイルアクションによって様々な攻撃が出せ、攻撃方法によってスタイリッシュランクの上がり方も違う。また、下記に示すようにダンテはスタイリッシュランクごとに挑発のセリフが変わる。また上半身が 裸のコスチュームとデビル1コートなしコスチュームの使用時とそれ以外のコスチュームとで一部違うセリフを喋る。上半身が裸1のコートなしコスチューム時なおプレイアブルキャラとしてのバージルは装備中の武器によって挑発のセリフが異なる。エンマトベオウルフホースエッジ、デビルトリガー、悪魔の引き金以下では DT と表記する。 マグに込められた魔力を用いて悪魔の力を引き出す能力であり、装備しているマグによって変身できる姿が異なる。攻撃を当てるクラウ、直前で避けるなどで DT ゲージが徐々に溜まり、3つ以上溜まっている状態で発動可能。魔人化すると各種能力が上昇し、体力も徐々に回復、ダウン攻撃以外でのけぞらなくなるが、時間とともに、 魔力ゲージが減少していき、一部の強化対象となる技を使用すると、さらに一定量のゲージが消費される。今回のダンテ、及びバージルの魔人化した時のキャラデザインは、女神転生シリーズのキャラデザイナーでもある、金子和馬によるもの。ダンテ、バージルともにジャンプ中はコートが翼のように変形する。敵のバージルは、現役剣使用時や魔人化時、ドーム状の力場をまとって、 こちらの攻撃を無力化する。そして、ダンテとの最終戦においては、通常より強力な通称、超魔人化を使用し、ほぼすべての攻撃でダウンしない、スーパーアーマー状態で嵐のような攻撃を仕掛けてくる。トリガーバースト今作では、DT ゲージが4つ以上ある状態で、DT ボタンを押しっぱなしにすることで、 発動瞬間の DT ゲージ消費を増やす代わりに、魔人化した瞬間に周囲に大ダメージを与えて吹き飛ばせる。フィアーチ的に設定されている内部パラメータ。ゲーム中に直接確認することはできない。ダンテが敵を倒すごとに増していき、一定以上になると敵が恐れ攻撃頻度が下がる。もしくは逆上して攻撃頻度が上がる。ただし、 最高難易度では一定以上溜まると敵が DT を発動し防御力が大きく上昇する。フィアーチが加算される敵は加算条件を満たした時にマップ上にいる敵のみで後から出現した敵には適用されない。なお、フィアーチが設定されている敵はザコ敵とヘルイコールヴァンガードのみでバージルを含むボスキャラがこのシステムに影響されることはない。3には5種類。 3SE には6種類の難易度がある。EG 初心者向けの難易度。ノーマルで3回ゲームオーバーすると出現。様々な点で、プレイヤーが有利になるように設定されている。この難易度のみ、選択可能なオートマティックを有効にすればボタンを連打するだけで、自動的に様々な剣攻撃を繰り出す。ダンテは、エボニーアイボリーを装備中。 ボタンを一度押すと数発の弾が発射されるため、それほどボタンを連打しなくても銃が連射できる。バージルは近接攻撃を出すだけで、幻影剣が発射される。この難易度でクリアすると上半身裸のダンテが、バージルモードではコートを脱いだ、バージルが使用可能になる。ノーマル通常難易度。これをクリアすると、1のダンテのコスチュームが出現し、ハードがプレイ可能になる。 イージーをクリアしていないなら、同時に上半身裸のダンテ、コートを脱いだ、バージルが解禁される。ハードノーマルをクリアすると出現。これをクリアすると、コートを羽織っていない、1のダンテと、マケンシスパーダが使用可能になり、通常版なら、ダンテマストダイモード、3SE ならば、同時にベリーハードモードが、プレイ可能になる。バージルモードでは、闇に落ちた。 バージルが使用可能になる。なお、バージルがこの姿で魔人化すると、1のボス、ネロアンジェロの姿になり、武器や攻撃モーションも、ネロアンジェロと同一のものになる。ベリーハード、3SE にて追加された、ナミード。基本的に敵の攻撃力や、敵の配置等は工術の、ダンテマスと、ダイと同じだが、敵が、デビルトリガーを発動しない。これをクリアすると、 DT ゲージが減少しないスーパーダンテが使用可能になり、バージルモードでは同じくスーパーバージルが使用可能になる。ダンテマスト D 最高難易度。とにかく敵の攻撃力、防御力が高く、なおかつ敵もデビルトリガーを発動するため1、筋縄ではクリアできない。また、この難易度のみ、バージルが減影剣を使用してくる。これをクリアすると、通常版では、 スーパーダンテが SE では新たにスーパースパーダが使用可能になる。バージルモードでは同様に DT が減らない闇に落ちたバージルが使用可能になる。ヘブン・オア・ヘル DMD クリア時に出現する特殊な難易度。敵がどの攻撃でも一撃で倒せる代わりにプレイヤー自身も一撃で倒されてしまうスリリングな難易度となっている。今作には スタイルと呼ばれる新システムが導入され、ボタンと左スティックの組み合わせで様々なスタイル固有のアクション、スタイルアクションが発動する。スタイルには敵を倒して経験値を手に入れ成長する成長型スタイルと DT ゲージを消費して特殊効果が発動する消費型スタイルの2種類がある。ミッション開始前と各ステージ内にある時空心臓前で スタイルの切り替えが可能。また、成長型スタイルは、続編の読んでも使えるが、一部仕様が異なっている。以下に、スタイルの種類と特徴を記す。成長型スタイル、編集ダンテトリックスター移動力に特化したスタイル。敵の近くに瞬間移動する、エアトリックや、ウォールハイク等の動きで敵を本領する。回避率が格段に上昇するので、初心者に、 おすすめのスタイルだが、完全に使いこなすためには高度なテクニックが必要となる。使い方によっては吹き飛ばした敵にダッシュで近づき、追い打ちをかけるといったこともできる。レベルが上がるに従って、トリッキーなアクションが増えていき、汎用スキルである、エアハイクや空中でのエネミーステップなどと組み合わせると、驚異的な動きが可能となる。また、ジャンプと同様、これによる、 各種スタイルアクションの出始めには無敵時間が存在する。ソードマスター近接攻撃に特化したスタイル。近接武器それぞれに固有のスタイルアクションが用意され、レベルが上がるごとに技も増えていく。3の中で最も技の種類が多いスタイルで、それだけ戦闘における主力の手段と選択肢が増加するため、シンプルながらも非常に強力で扱いやすい。様々な攻撃を、 組み合わせコンボを繋げていくのがこのスタイルの醍醐味で、コンボの評価点を稼ぎやすいため、スタイリッシュランクを上げるには最適のスタイル。レベルが上がるに従って、隙は多少あるものの、遠距離に対応した技も追加されていく。ガンツリンガー遠距離攻撃に特化したスタイル。銃器それぞれに固有のスタイルアクションが用意され、レベルが上がるごとに技も増えていく。3の中では2番目に、 技の多いスタイル。総じて攻撃範囲が広くなり、銃を回転させながら乱射したり長弾を操ったりと、同時に複数の相手をすることができるようになる。ソードマスターが敵への直接攻撃に引い出ている。スタイルなのに対し、ガンスリンガーは全体への対応力が強化されていると言える。レベルが上がるに従って、近接戦闘をカバーする技が追加されていくため、 使いこなせばほとんど剣を使わずにクリアすることも可能。ロイヤルガード防御とカウンターに特化したスタイル。敵の攻撃をガードしてダメージを軽減し、エネルギーを貯めるブロックチャージと貯めたエネルギーを放出して敵を攻撃するリリースが基本のスタイル。レベルが上がると空中でも前述の技が使用可能になる。また、敵の攻撃を受けるタイミングに ジャストで合わせると発動するジャストブロック、ジャストリリースが真骨頂で、前者はボス敵の特定攻撃など通常ではブロックできないものも含め、あらゆる攻撃をダメージ例で防ぐことができ、後者はエネルギー値が低くとも非常に高いダメージを敵に与える。最大までエネルギーを貯めた際のジャストリリースは本作の技の中で最高の威力を誇り、 ベオウルフとマジンカを組み合わせた、サイの破壊力は計り知れない。しかしジャストガードのタイミングが極めてシビアであり、慣れが必要な上級者向けのスタイルと言える。バージルダークスリヤー敵の前方、上方、下方へ瞬時に移動し一気に間合いを詰めることができる。移動、回避にも役立ち、遠距離攻撃の乏しいバージルの弱点をカバーする、攻撃に傾倒したトリックスターと言える。 瞬間移動は、ダンテのエアトリックと同じく距離制限があり、制限以上の遠距離にいる敵への瞬間移動はできない。ただし接近に限定されるダンテのエアトリックと違い、一気に敵との距離を調整できるため使い勝手の良さは増している。バージルはこれ以外のスタイルを持たず、スタイルレベルが上がることで、時空心臓で強化できる技が増える。消費型スタイル。 編集クイックシルバーゲリオンを倒すと使用可能になる時の流れを操るスタイル。使えるスタイルアクションは画面全体が明店し自身を除くすべてがスローモーションになるタイムラグのみ。発動直後には無敵時間が存在し一方的に攻撃を連発できる反則的なスタイルではあるものの DT ゲージを急速に消費するため ゲージがフルでも発動を続ければ10秒程度しか持続しない。発動中にもマジン化は可能だが DT ゲージがさらに早く減る。狂った英語機関所持時は使用できない。ドッペルゲンガーも自動リドッペルゲンガーを倒すと使用可能になる自分の影を操れるスタイル。使えるスタイルアクションは魔力ゲージを消費してダンテの分身を作り出し二人で共闘する。 アフターイメージのみ。分身は、ダンテの行動と同じ動作をとるが、発動時に装備していた武器のままで分身が形成されるため、発動後に装備を変更することで全く違う。攻撃を同時に行える。単純にダメージが2倍化するので、コツをつかむと非常に強力。L1 ボタンを1回押すと1テンポ、2回押すと2、テンポ遅れて分身が動き出すようになる。 三回押すと元に戻る。またにピーガーコントローラーを使って分身を操作することもできる。ただし、こちらも10秒程度しか効果が持続しないため、時と場合を考えて発動する必要がある。タイムラグとは異なり発動中は強制的に魔人化している扱いのため併用できない。正確には通常の魔人とは違いコートが常時翼に変形していることと、 出現する分身は、装備している、マグに関係なく、リベリオン魔人の外見であるなどの違いがある。狂った、英語を機関所事時は使用できない。ある日、ダンテが、開業前の自分の事務所でくつろいでいると、アーカムと名乗る男が彼のもとへやってくる。アーカムは、兄からの招待状を預かっているとダンテに伝えると、その場に、多数の悪魔を召喚し去っていった。ダンテは難な,なく、 アーカムの手先を蹴散らすも、その時の衝撃で事務所が倒壊してしまう。時を同じくして街の中央に巨大な塔、テメンニグルが出現する。その頂上では、アーカムとダンテの兄バージルがダンテを見つめていた。その場の悪魔を一掃したダンテは、彼らの居城であるテメンニグルへと歩み出す。ダンテセールーベン・ラングバン主人公。悪魔と人間の間に生まれた。 母親の形見である銀のアミュレットを持っている。前作の1と2、後の4と比べて若さのためか、切な主義者で快楽主義者なところがあり、口数が多く、ボス相手にも、挑発的な軽口を飛ばし、冗談めかした言い回しを多用するが、自分より、おしゃべりな人間は好まない。いつもふざけた調子を崩さないが、悪を憎む心と信念を貫き通す力は、 この時から健在。父の持つ正義の心と母の優しさを受け継いでいる。食事は大抵デリバリーの彼の好物であるオリーブ抜きのピザ、また漫画版ではトマトジュースも好んでいた。ハードロックを好み、事務所にはジュークボックスがある。多数の楽器も存在し、演奏も可能らしい。父の形見の剣の一つ、リベリオンと二丁拳銃、エボニーアイボリーを駆使して、 悪魔を蹴散らす。またあらゆる銃器、マグを使いこなすスキルも持ち合わせている。最初の時点では、自らの持つ力を持て余している部分があり、バージルと戦う理由も、気に食わないという表現を用いていた。しかし、バージルとの戦い、レディとの出会いを重ね、少しずつ自分にとって何が大切なのかを理解していく。戦闘では5つずつの、近距離武器。 遠距離武器のうち二つずつと六つのスタイルのうち一つを用いて戦う。バージルに比べるとバランスが取れた構成となっている。バージル星、ダンサウスワースダンテの双子のに、母親の形見である金のアミュレットを持っている。ダンテと同じく人間と悪魔の血を引いているが、人間としてではなく、悪魔として生きる道を選んだ。性格は寡黙で、冷徹非常、必要とあれば、 命を奪うことにためらいはない冷徹な合理主義者。幼き頃、母を悪魔によって殺され、幼かったダンテを守ることができなかったことをきっかけに、力こそが全てと信じ、父スパーダのごとき純然たる力を追い求め始める。そして、行方を喰らませていたが、魔界への扉を開く目的のために、テメンニグルを起動させる。その扉を開けるためには二つのアミュレットが必要だと、 知り、ダンテと一年ぶりに接触するが、ダンテとの見解の違いから兄弟で、相まみえることとなる。父の形見の剣の一つ、エンマトを携えている。戦闘において、銃器を一切使用しないことを、自らの美学としている。ゲーム版の一年前を描いた漫画版では、とある図書館で、アーカムと出会う場面が描かれ、テメンニウルの封印を解くために、アーカムを伴い、 封印のようとして、スパーダによって、なお奪われ、各地に封印された悪魔を解放して回っていた。また、当時は髪を逆立てておらず、ダンテと同じ髪型だったが、偶然出会ったエンツォにダンテと間違われたことをきっかけに、現在の髪型に変えた描写がある。エンツォを通して、ダンテの存在を知り、小ゼリアイの末に、彼のアミュレットを手にするも、いつでも取れるとあっさりダンテに投げ返している。 その後の天末は漫画版が未完のままとなってしまったため描かれていない。PS2 版 3SE では一度ダンテでゲームをクリアするか、もしくは通常版3のクリアデータを読み込むことでプレイヤーキャラクターとして選択することができる。オープニングムービーでは上記の漫画版で描かれたアーカムとの出会いの場面が使用されているもののバージルの髪型がすでに逆立っている。 アーカムの顔にすでにあざがある。漫画版でアーカムの傍らに付き従い、バージルに切り捨てられた女性の姿の悪魔がいない、などといった違いがある。戦闘では3つの近距離武器と遠距離攻撃魔術、幻影剣、ダークスレイヤースタイルで戦う。3つの近距離武器を同時に使え、幻影剣を混ぜることで爆発的な攻撃力を発揮できるが、エアハイクが使えないのが、 最大の欠点。また、フリーライド、ポールダンスは使えず、クレイジーコンボも存在しない。レディセイ、カリウォールグレンヒロイン。人間の女性でありながら、デビルハンターを制御としている。夫愛を受け継ぐアーカムの娘。母を通して、スパーダに協力した巫女の血を引く。本名はメアリ。レディとは、初対面で名乗らなかった彼女に、ダンテが付けた呼び名だが、 後に彼女自身が名乗るようになった。悪魔の力の魅力に取り憑かれた父アーカムによって、母カリーナを殺され、自分の手で始末をつけるために、アーカムを追っている。悪魔になるために母をイケにした父と、父を変貌させた、悪魔そのものをすべて滅ぼす決意を持つ。最初はダンテもその例外ではなかったが、最終的に若い。 後にダンテとバージルに破れ瀕死の重傷を負った父と再会し止めを刺した者の涙を流している自分に気づく。カリーナイコールアンをはじめ多数の近代兵器を巧みに駆使して戦う。ダンテとの作中のやり取りからダンテは彼女がきっかけでかつてのスパーだと同じ志を持ったと考えられる。それ以降はダンテとはデビルハンターの仲間として 友人のような付き合いをしている模様。ただ大金をダンテに貸しており、彼が仕事を終えると、報酬の大半を取り立てる。アーカム星、アダム・クラーク・バージルに協力する、謎の夫愛の男。悪魔の力を持つ書物を手にしまどうの探求の末、悪魔の力を使えるようになる。その際には悪魔になるために、実の妻を生贄にした。 嫉妬を司る巨魔、リバイアスさんが飛び交う、かつて、スパーダの力によって封印された巨頭、テメンニグルにて、ダンテや、バージル、自分の娘さえも利用して、魔界を解放し、スパーダの絶大な魔力を手に入れ、地上と魔界を支配する神になろうと企む。だが、力を扱いきれず、スライムのような姿になり、ダンテとバージルに破れ、最後は、自分の娘により命を絶たれる。 サブメニューのエネミーファイルの記述より悪魔化した醜悪な姿はスパーダ由来のものではなくアーカム自身の心の闇が反映されたものであるとされている開発当初はハイネという名前が付けられていたが米国ではスラングでお尻という風に聞こえてしまうことから現在のアーカムへと変更された漫画版ではバージルとの出会いが描かれている当時はまだ顔に あざがなく、彼の妻と、おぼしき女性も登場しており、まだ悪魔の力を手にしていないことが示唆されているが、悪魔を刺激している描写がある。バージルには、素顔のままで接触する一方で、ダンテには、不思議の国のアリスに登場するウサギを模した、ラビとして現れ、偽の依頼でおびき出して、アミュレットを渡すよう迫ったり、当時はまだ悪魔の力が目覚めていなかったダンテにその、力を実感させるため、 一時的にデビルトリガーを目覚めさせるとした。彼が持ち歩いている書物は魔剣文書といい、内容はどの古代言語とも違う独特の象形文字のような言語で書かれているため、アーカム以外には読み解くことはできない。作中ではバージルが目を通しているものの読み解くことができずに断念している。なお、後年発売された後のギャラリーモード内にて、 この魔剣文書の内容の一部が描かれ、スパーダが生前用いていた三本の魔剣は、スパーダ自身の魔力を分割して生み出されたもので、あるとの文が引用されている。ジェスター・ピエロのような男で、その正体は変装したアーカム。ギガピード戦後に開かなくなった扉の開き方を、馬鹿にした態度で、ダンテに教え、その後も、たびたび塔の奥深くへと続く道を教えに現れる。 ジェスターとは、道化師という意味。開発機には、ジョーカーという名称が用意されていたが、バットマン関連の著作権に抵触することを懸念して、解消された。また、元は、アーカムが使役する悪魔という設定であったが、最終的に現在の形となった。3SE では、ボスとして一度は戦わなければならない。党内部の各所に魔界と共に封じ込められた強力な、 悪魔たち。ヘルイコールヴァンガード魔力で形成された巨大な鎌を持つ死神のような風貌の悪魔。作中において砂や悪魔の体液をより大に限界している。ザコキャラクター軍、ナナヘルズを統括する役割を持っており、部下同様さをより大にしている。鐘の音と共に瞬間移動しつつ、鎌で攻撃する、ヘルズゲートで相手を幻惑する戦法を取り、 これらは難易度によって攻撃回数が増加する。戦闘中に止めを刺すに至らずバージルの元へ逃げ帰るもバージルによって一等の元に切り捨てられる。事実上の最初のボスだが以降は中ボスのように複数体が登場する。声は一のシンシザース及びシンサイズのものが流用されている。ケルベロステメンニグルの玄関で待ち構える三つの首を持つ。 狼姿の氷を操る巨大な悪魔。試験官のような役割を持ち、門に近づく者は容赦なく襲うが、その力を認めた者に対しては敬意を表し、自らの力を与えるという一面を持つ。初対面で、ダンテにいきなり、ワンちゃんに呼ばわりされ激怒。戦闘の後、ダンテが先に進むにふさわしい力を持つと判断し、武器に姿を変えその力を託した。 ギガピード魔界に生息する体の不死ごとに羽の生えた巨大なムカデのような姿をした悪魔。放電能力を持つ。体全体にダメージを与えることができ、中でも頭部へのダメージが最も大きく設定されているが、頭部へ攻撃すると一時的に移動スピードが上がる。別の個体がリバイアさんに捕食されており、リバイアさんの腸内に2体が登場する。鳴き声は、 アグニのピュアのものが流用されている。アグニアンドルドラ双子の兄弟塔で、テメンニグル長城へ向かう回廊の門番として、ダンテを阻む。アグニは炎、ルドラは風の力を操る。巨大な体をした首なしの鬼のような姿だが、本体は刀そのもので、肉体は区別。石突きの部分に頭があり、会話も可能。自らを活かせる使い手を求めており、 クグツを倒したダンテに自分たちを使ってほしいと頼む。本人たちは真面目なつもりだろうが会話が掛け合い漫才のようになってしまい、それにうんざりしたダンテは用いる条件として喋らないことを約束させたが技によっては掛け声を発する場合もある。リバイアさんの心臓をアンドハイテメンディグルの周囲を飛び回る巨大なクジラのような悪魔リバイアさんの心臓とハイ。 それぞれが独立した生物でもある。左肺はオーブを、右肺はダンテの DT ゲージを吸収する能力を持ち、吸収したものに応じて、心臓のコアからレーザー、または追尾弾を発射する。リヴァイアさんは、作中のエネミーファイルより、マテ・ムンデスに生み出された生体兵器であることが明かされており、心臓や肺の表面の模様や魔力吸収能力など、 一のナイトメアとの共通点が見受けられる。ネバンゴエ、メアリー・エリザベス・マクグリーン妖艶なラフの風貌を持ち、電撃と川掘りを操る悪魔。かつてテメン・ニグル、モロトモスパーダに封印されたが、彼のことは、いい男と表紙かつて因果関係があったことを、ほのめかしている。テメン・ニグルに封じられる前は、多くの男たちの性を奪ってきたとされる。ダンテを誘い命を奪おうとするが、 戦いの後にその力を認め武器に姿を変えて、同行する。ゲームクリア時のボーナスアートで、本編のボスキャラクターが集合したアート内には、ネバンのみ登場しておらず、別のアートでスパーダと共に、ダンテの事務所内を映したアート内に登場しており、かつてスパーダとは、ダンテとトリッシュのような関係であったことを匂わせるが、ゲーム中で特に言及はされていない。戦闘時には大量の川掘りを、 ドレスのようにまとっており、これを攻撃で剥がさなければ、直接ダメージを与えられない。特定の条件下でカワホリを剥がしきると、通常の無防備状態とは違いその場に倒れ込む。カワホリを操る美女、その名の由来など、同社の格闘ゲーム、バンパイアシリーズのキャラクターモリガンと類似した要素がある。ベオウルフ2000年前スパーダと戦い左目を失い、以降、 手面にぐるないに幽閉された悪魔。復讐の機会を待ち続けたベオウルフは、やってきたダンテに、スパードの血族の匂いを感じて襲いかかるも引き分け、今度は、右目まで失い退却する。間もなく、匂いを頼りに、スパードの血族を探し出し再び襲うが、それは、ダンテの双子の兄バージルで、窓家族のもと、頭を立ち割られてしまう。この際、倒された、ベオウルフの力として、 バージルが手に入れたのがコテ特属で、二度目の兄弟戦で、紛失したものをダンテが手に入れた。他の、倒すと、武器やスタイルになる、敵ボス悪魔たちは、生存していると言えるのに対し、ベオウルフは相手を認めて協力するわけでもなく、本当に殺害されて力を奪われた作中で、唯一の悪魔である。名前の由来は、ベオウルフだが、デザインは、風の悪魔、パズズとなっている。 ゲリオンて面にぐる内部の橋に出現する馬車を引いた巨大な馬の姿をした悪魔。かつて人間界の名馬が魔界の正気にさらされたことで悪魔化した存在であり、長き時を生き続けることで時間を操る能力を身につけた。戦闘開始直後は橋の上でダンテに襲いかかるが一定時間が経過するか、ある程度ゲリオンにダメージを与えると橋が崩落、コロシアムに移動して、 最戦となる。馬車に満載した爆発する矢を飛ばしたり、馬車本体を振り回すなどの攻撃を行う。ある程度を、ゲリオンにダメージを与えると、黒い球体を放ち、ダンテがこれに触れると、ダンテの速度が一定時間極端に低下する。倒すと、消費型スタイルのクイックシルバーを入手する。ドッペルゲンガー魔界に向かおうとするダンテの前に、立ちはだかる、影の悪魔。 向かい合ったものの姿形をそのままコピーするような能力を持ち、通常時は悪魔化したダンテをそのまま黒くしたような風貌をしているが、弱体火事やエネミーファイル、クリアボーナスアートでは人間体のダンテが黒くなった姿に変わる。通常攻撃ではダメージを与えることができず、周囲の壁に設置されたライトを解放することで魔力が剥がれ、ダメージを与えることができる。倒すと、 消費型スタイルのドッペルゲンガーを入手する。ヘルプライド傲慢の罪を問われ、地獄へと落ちてきた人間に、責め苦を与える魔界の住人。魔界より、人間界へと具現化する際は、砂を触媒としている。通常あくまでは、最も多く登場する敵である。ヘルイコールエンビヘルプライド同様、魔界の住人。七つの大罪の一つ、嫉妬の罪を犯した者に、 その罪をあがならせるために鎌を振るう。リヴァイアさんの体液を触媒としているため、分泌される体内のみがその身を保つための寄り台となっている。ヘルシリーズでは唯一ミッションマイナス8のリヴァイアさんの体内でしか登場しない悪魔。ヘルレース7つの滞在の名を冠するヘルシリーズの一人で憤怒の罪を犯した者に攻めくを与える。攻撃方法は両手で支える。 魔界星の爆弾による自爆。近距離攻撃が一切通じないため、銃による遠距離攻撃で対処するしかない。ヘルスロースタイダの罪を犯して死んだ人間を永遠に攻め続ける地獄に住まうもの。自身の身を砂に戻して一瞬にして離れた場所に移動する特殊能力を持つ。ヘルシリーズの中でも比較的体力が多く、離れていてもワープによる攻撃には注意が必要。 ヘルグリード地獄で七つの大罪の一つ、強欲を犯した罪人に罰を与える。巨大な観ン家の中から、ヘルプライド、ヘルイコールスロース、ヘルイコールグラトニー、ヘルラストのいずれかを二体召喚する。攻撃してものけぞらない、耐久力を持ち、近距離では棺を振り回す攻撃をしてくる。ヘルイコールグラトニー暴食の罪ゆえに、地獄行きとなったものを攻め続ける魔界の住人。 触媒としてる砂を口から吐き出す攻撃を繰り出してくる。ヘルナスとヘルシリーズの中でも比較的強い部類に入る魔界の住人。地獄では現世で色欲の罪を犯した者にその報いを与える。爆転しながら切りかかってくるなど機敏な動きで攻撃してくる。アビス魔界の深淵に生息する荒野魔。手にする鎌は魔力により形成されており、切れ味は鋭い。 戦いの際には魔界の先兵としての役割を担い、多彩な技を駆使する。また、アビスの名にふさわしく地中深くに潜る能力を持つ。ナナヘルズの火ではない攻撃力とスピードを兼ね備え、吹き飛ばされても宙返りをして突進によるカウンター攻撃を仕掛けてくる強敵。エニグマ本来は、ただの石像だったのだが、魔界の魔術により生命を吹き込まれ、動き出したもの。 六本の腕で構える三つの弓からは、魔力で形成された矢が放たれる。そのことから、魔界では、マダンロイテの異名を持つ。その場から移動しない固定型、平行移動しかしない平行型、通常移動型と三パターンのエニグマが存在する。ブラッドゴイル魔力が込められて作られた石像に、血液を注ぐことで誕生する悪魔。元は、石でできた体だが、 血を受けることで液状へと変化する。そのため、剣での攻撃では命を絶つことはできない。しかし、イニシエの術法で作り出されているためか、銃などの近代兵器には弱い。通常時では剣などの近距離攻撃では分裂してしまって倒せないが、銃による攻撃を受けると石化するため、近距離攻撃が有効になる。ソウルイーター死んだ悪魔の怨念が集合し、 異なる悪魔へ変貌した姿。生けるものの魂を拘束し、それを喰らう。霊的存在に近しく、実体化していなければ、物理的な干渉を一切受け付けない。その反面、現世とのつながりが弱く攻撃を受けると、すぐ消滅する。ダンテが、ソウルイーターと背を向けた時のみとと真人のみ、実体を表す。取り憑かれると体力ではなく、DT ゲージが減少する。 デューラハン騎手の甲冑に悪霊が憑依し、動き出したもの。そのため本体の実体はなく、甲冑の中は空洞になっている。正面からの攻撃は一切受け付けず、倒すには背後に憑依する悪霊を直接攻撃するしかない。フォールン、かつては天上界に身を置いていたと言われる悪魔。還元を漏することで人間を堕落させる、打天使と推測される。天使を思わせる。 純白の翼は、あらゆる攻撃を防ぎ、翼の下に隠された、醜悪な腹部を晒した時のみダメージを与えることが、できる。翼を覆っている間はダメージを与えられないが、連続で攻撃を与えることで破壊できる。絶えず、空中を浮遊し、障害物を通り抜ける能力を持っており、手にした光の剣による斬撃や剣を地面に投げつけて、爆発させる攻撃を行ってくる。 アルケニー女性の魂が魔界に漂う正気により悪魔へと変貌した姿。両腕の鎌による攻撃や体当たり以外にも体内で生成した粘着性のある糸を敵に対して吐きかけて動きを封じたり妖怪液を吐き出す。また女性の魂が悪魔化したためかアルケニーが倒された後からは小供が現れる。クイーンアルケニー長きに渡る時を生きたアルケニーが 成長した姿。体が大きくなり、外見もよりまがまがしく変貌を遂げた。行動パターンや攻撃方法は通常のアルケニーと変わらないが、攻撃力や耐久力はさらに向上している。ダムドチェスメン魔界に到達したダンテをチェス盤のようなフィールドで待ち受けるチェスの駒をかたどった石像の軍団。キング、クイーン以外の駒はこれまでの道中でも、 ザコキャラクターとして登場している。全員が、それぞれの実際のチェスの駒に則っった動作を行う。キングを撃破すれば、戦闘は終了するため、駒を全滅させる必要はない。サブメニューの NME ファイルにて、彼らの存在が人間界のチェスのモデルになった、あるいは人間界のチェスが彼らのモデルになったという二つの可能性が言及されているが、どちらが真相かは明かされていない。 ダムドキングダムドチェスメンを統率するコマで、三つ目のヒゲズラの男性の姿をしている。戦闘開始から一定時間が経過すると動き出す。フィールド内にダムドルークが健在の場合、攻撃を受けると即座に近くのダムドルークと位置を入れ替える。ダメージを受けると、頭部が展開、内部の休憩のコアを露出させ、自身の周囲一マス分を衝撃波で攻撃する。 内部のコアが、イチゴナイトメアのものに酷似していることや、ダムドキングの外見などから、マテー、ムンデスとの関連性を匂わせる。ダムドクイーン女性の姿をしたコマでダムドキングの隣に配置されている。戦闘直後は起動しない。自身、または他のコマにダメージが入ると、笑い声とともに、プレイヤーの方向に位置直線に突進してくる。現実のクイーンに乗っ取り、 前後左右斜め方向に移動する。ダムドビショップ魔術師の姿をした駒で、作中にはゲーム序盤から登場する。斜め4方向に向けて、下級を飛ばす攻撃を行う。現実のビショップ同様、斜め1直線にしか動くことができない。また、自分か他の駒の体力を回復させることがあり、栄翔中に攻撃を加えることで阻止することができる。 ダムドナイト馬の頭部を模した駒で、作中には、ゲーム序盤から登場する。現実のナイト同様、他の駒を飛び越して移動することができる。攻撃は、頭部の角を用いた、なぎ払いのみ。ダムドルーク等を模した駒で、作中には、ゲーム中盤から登場する。前後左右一直線移動する。また、等を、壁弁上に展開し、 前後左右方向にレーザーを照射するだけでなく、内部からポーン、ビショップ、ルーク、ナイトのいずれかを召喚することができる。また、ダムドルークがフィールド内に存在する場合、ダムドキングにダメージを与えることが困難になる。ダムドポーン2本の剣を携えた騎士を模したコマで、作中には、ゲーム序盤から登場する。基本的に自身の正面一マスにしか移動できないが、攻撃時に、 プレイヤーの視角に回り込んでくる場合がある。また、フィールドのチェス盤の端に到達することで、ナイト、ビショップ、ルークのいずれかに変化する。今作は発売後に、様々な意見が開発部に寄せられ、それをもとに、3に様々な要素を追加した、グレードアップバージョンである。3SE でも、前作、3の要素はすべてプレイ可能。 あとに一部の音楽を収録した CD がセットになったザベスト版が発売された DMC シリーズ初の PC 移植版でもある PC 版限定ではあるもののシリーズで初めてカプコン以外のメーカーで発売された作品でもある敵の配置が変更されたり新しいボスが追加されたりしているにもかかわらず HD 版発売後も SE の攻略本は発売されていない スチーム版も配信されている。てめんにぐる本作の舞台で悪魔数拝者たちが作り上げた巨大な塔。魔界への門を開く装置でもあり、名前は恐怖を生み出す土台を意味する。門を開く鍵は、ダンテとバージルの持つ母の形見である二つのアミュレットとスパーダの地、そして汚れなき巫女の地である。これらを捧げることで封印が解け、 魔界への扉が開く仕掛けになっている。島内部の各所にスパーダが魔界と一緒に封じ込めた強力な悪魔たちが存在し、ダンテの前に立ちふさがる。デビルメイクライサン、デビルメイクライサンコード、ニバージル原作、カプコン、チョ、茶屋町、カツロ、出版、メディアファクトリーゲーム本編の1年前の物語となる公式オリジナルストーリー。1巻は、ダンテ、2巻は、 バージルが主人公。ゲームでは示唆されるのみだった二人の因縁が明らかになる。また、ゲーム内では特に語られない世界観についても謎を解く鍵が作中に数多く散らばっている。ヒロインのレディも未だ一般人ながら登場する。前3巻予定だったが3巻は発売されず未完のまま終わった。1巻は2005年2月28日。 2巻は2005年7月31日発売。ドッペルゲンガーが放つ砲弾、ゾデヤアック、オンブラを弾き返すことでもダメージを与えられるが、難易度次第では、こちらが引いた砲弾をさらに弾き返してくるこれは、現実のチェスのルールにおける、キングとルークの位置を入れ替える、キャスリングにちなむチェスのルールにおける、プロモーションに相当する。なお、 現実のプロモーションではクイーンを含めた4種になれるが、今作では、上記の3種のみ、ハットデビル、メイクライサンスペシャルアディションティム公式ホームページ、デビルメイクライ HD、コレクション、スタイルシステムが導入された、デビルメイクライサンの情報をチェックしようよ、4ゲーマー。ありがとうございます。